ベネシャンリンの次に強いコンビ教えてください。ベネシャンレベルで強いコンビとかなかなか見つからんけどな。2人組で強い組み合わせっつったらフータオユクアキ、フータオイエラン、勝利アルベドやけど、本質的に近いのはメインアタッカー抜きで強い2人組で言うんだったらナヒーラと雷の設置とか勝利アルベドとかかな。でもやっぱベネシャンが頭一つ抜けてる気がするな。イエランユクアキ、あー確かにサブアタッカー同士でそんな気はする。ライデンエウルは、強い2人組は結構あるな。ベネシャンの次に強いかどうかちょっとわかんないけど、ネルバーとファルザンどっちの方が強い？私のばあちゃんの方が強いっす。でもばあちゃんに最近やってないからな。次新生物セット出るとしたらいつだ？ 3.6 か。もし次新生物来るなら誰のモチーフになる？ディシアは 3.5 だから白術とかのモチーフにワンチャンなったりするのかな、わかんないですけど。白術来る来るってずっと信じてて結局まだ来てないからそこはちょっと寂しいわ。カーベ星5、スメール星5ね。いやさすがにカーベは星4だと思う私。スメールで草元素キャラが多いのは当然じゃん。草元素もともと少ないからちょっと星5がね多すぎる。ティナリ、アルハイゼン、ナヒーラと来てカーベ星5はちょっとバランス悪いわ。コレイともう一人、草元素の星4欲しくない？スメールのさすがに星4がいい。まあ、魔人任務参加できてないからな。カーベは星4じゃないかなと思うわ。カーベ何元素だっけ？カーベ草元素です。神の目が草元素ついてるのが確定なので。カーベ草元素って分かった時はビビったけどな。スメール草元素キャラめちゃくちゃ多いじゃんって。高身長初星4。ガイアも高身長だから何とも言えねえ。カーベ体験とかがいいな。体験なぁ。もう星5キャラの両手剣がバンバン出るんだったら正直バンバン来てほしい。強い両手剣が欲しいな。末路か赤角かぐらいしかないから。アヤトは星4だと思ってたから星5だと知ってびっくりしたわ。あ、まあ確かにな。アヤトバージョン 2.6 だもんね。八重美子まではさ事前に発表があったから、まあ星5かって。まあ八重美子はまあどう考えても星5やん。存在感的に八重美子が星5なのはなんとなくわかる気がするてんな。アヤトが星5なのは確かにビビったのはわかる気がする。存在感で言ったら行幸もう星5だと思った。確かに星5星4でなんか他に、お前星4かよ、おめえ星5かよってなったキャラおる？あやと星4は分かる気がするな。昔は行幸を星5キャラのつもりでデザインしてたみたいな話あるらしいしね。存在感星5だし、実際行幸ちょっと倍率上げれば星5キャラ級で強い。基礎攻撃力上がるだけで強いからな。バーバラバーバラのカットインは確かにね。まあバーバラは多分カットインがなかったら地味だったからカットインつけたんやとは思う。バーバラは星5予定だったけど序盤ヒーラーいないときついから星4にしたらしいよ。あー、それで配布にしたってことか。それめちゃくちゃ運営さん優しいな。いや原神ヒーラーいないときついよマジかも。料理と視点心臓あればどうにかなるやろと思っててんけどね、だんだんヒーラーのありがたみに気づけるわ。いちいちワップするの大変やしな。原神始めたばっかの頃は上手い人は攻撃を全部避けて回復は甘えだと思ってた。実を言うと私もそうなんよな。本当に原神始めて最初の1週間ぐらいはね、ヒーラーとか入れんでよくね、視点心臓行って回復すればいいじゃん、それでだんだん上手くなるしさ、良ければって思ってた。今はもうヒーラー必須だと思ってるから、まあ楽なんよな、とにかく。視点心臓もね、使いすぎたら空っぽになっちゃうしね。まあ勝利がいればいらないのはそうかも。大砲で自爆する遊びしてたら視点心臓空っぽになっちゃった。稲妻の大砲ね。あれは、初めて見た時は自分に撃つよね。ライデン将軍でお願いします。はいはいはい。わかりました。エマールユーさん、ライデン。攻撃力はベネダより。ライデン将軍です。攻撃力はベネットダよりってことは、時計原茶、杯雷バフかな？武器。あ、草薙あるじゃん。草薙あるなら、全然いいんじゃない？生物、絶縁4セット。なんじゃこれ。スコア 50.7 で、会心ダメ40の、絶縁の花とか。初めて見た40の絶縁は羽 39.2。 あーめちゃくちゃいいでしょ。時計原茶だね。そうだね。わーおったまげ 42.0 原茶時計。これ雷バフだね。そうだね。あ、お前さんめちゃくちゃ強いです。 33.4 原茶 19.4 冠は 20.2 原茶 16.。 あ、このライデンさんやばい気がするな。強いと思うよ。あーなるほどなるほどなるほど。思ってたより率低かったな。いやーでもいいんじゃないかな。まあ率56で185か。1対2にしたらどうだ。70156ぐらい。あ高いな、やっぱり率ダメ高いね。もうちょい会心率あった方が安定はするかな。稲光すなわち永遠なりで会心出ないとちょっと寂しい気持ちにもなるしね。でもね、こんだけ率ダメあって原茶 295% あるライデンはバケモンだと思います。攻撃力も、まあ、草薙の稲光持ってる時点でちゃんと支えてくれるし1800ぐらいあるやろ。でベネットで上げれば十分だしね。めちゃくちゃ強い。さすがに貫突九条と組み合わせるならさらに会心ダメ増えちゃうから、まあ率もっと振った方がいいかなとは思います。三突テンプレベルは10、10、13。
トリプルクラウンですね。いいねいいね。冠で会心率の冠が出てサブが強かったらそれに乗り換えればいいって感じなのかな。ライデン会心モルノガチきつい。ライデン将軍は確かに生物厳選きちいよ。4セット組まなくちゃいけないし、会心になるべく寄せたいしさ、絶縁はさ欲しい人が多いからさ、言うてよ、絶縁だし全然マシ。タカン4とかの方がつらない。海染めがいらないんだもん。いや海染めは強いよ。1人分2人分あればよくて、厳選もいらない生物との抱き合わせがきちいや。よかったらジンさんの冠見てもらっていいですか。はいはい、冠ね。この冠の出番は果たしていつ来るのだろうか。めちゃくちゃおもれー。あ、これね、え、誰よ。いや誰にも合わねえ。治療効果バフを使うキャラクターっていうのはぶっちゃけココミンぐらいかな。でココミンは会心率マイナス 100% になってるんで、会心ダメージが意味ないっすね。で冠だからさ、会心伸ばすんだったらここのメインステータス会心率じゃないとダメなんよ。この冠のメインステータスが会心率だったらバケモンだった。これスコア47とか、え、理論値じゃない？ほぼ理論値じゃう。 7%7%7%7% が6回伸びて 42% で、攻撃 5.3 で現地 5.8 でしょ。もうほぼほぼ欲しいステータスの、まあ、伸び幅はばらつきあるけど、うん、理論値冠みたいなとこある。まあまあメインがね治療効果バフなんでいらないっすけど、多分一生出番来ないな。あ、取っとこう、うん、治療効果バフ使って会心も出すキャラがいつか来るかもしれんから、まあ取っときましょう。何年先か分からんけどね。悲しき化け物。メインステがゴミの時に限ってサブステが神。生物厳選あるあるやから。始めたてほやほやの初心者です。イエラン引く予定だったんですけど、友達があんまり火力出ないから引かない方がいいって言ってたんですけど、引いた方がいいでしょうか。なわけねえだろ。イエランは最優先レベルで引いた方がいいキャラやな。多分その友達は君にイエランを引いて欲しくなかったんじゃないか。イエラン引いちゃったらちょっと原神がぬるゲーになりすぎちゃうから、ちょっと原神を楽しんでほしいと思って、友達なりの配慮で引かない方がいいと言ったんかもしれん。いや、ないな。多分イエラン引いてほしくなかったんじゃない。騙されてますね。リーラさん、あやかでお願いします。あやかしか勝たん。あ、分かってらっしゃる。あやか攻撃力2000、武器キリキリ、強風4、強くね。 47.5 あるわ。強い羽 36.5、 踏む、十分でしょ。時計はっ、これえぐないっすか。スコア 50.5、 攻撃時計原茶付き。楽団だから、楽団の攻撃時計って出番いつだ。関羽に持たせて4セットとかかな。いやでもこれめちゃくちゃ強い。50って自由枠で全然この時計ばっか使うだろうな私は。高月氷バフ21、現地は 9.7、 ああいいでしょ、十分。冠が 26.6 かな。で現地は 11.7。 どれどれ。まあ攻撃力2000はまあ十分っちゃ十分なんですけど、あやかっていう星5キャラで、キリギリっていう星5武器で2000で満足してちゃダメなんで、ココミン竜殺しじゃね。あ、金箔か。あ、まあ、金箔もありだが、竜殺しだったり神格採用してもっと攻撃上げるといいでしょう。注目されてるようがいまいが、こういう配分は好きよ。率34、ダメ300、ダメ300に乗せてやったぜってやつね。凍結させて氷共鳴入れば 55% 上がりますし、まあ、ロサリアと一緒に組ませればもっともっと会心安定しますからね。ロサリア綾香とかで入れてもいいな。ロサリア旧貴族読んでバーディクトして攻撃力綾香の上げたりとかねしたらいいと思うし、源ちゃんもちゃんとあっていいですね。会心さえなんとかなれば300のロマンに達してるので、これはおもろい。無凸テンプレベル10 10 10。アヤカとショウ様のテンプレベルトリプルクラウン率ほんと高いんよな。それぐらいずっとお気に入りでずっと使うからなんやろな。